身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失ってしまう幸せは一体何ですか恵まれすぎていて思い出せないかも今ここにいること息をしていることただそれだけのことが奇跡だと気づく身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて人助けも依然と呼ぶ奴らもいるけど信じるのも高うのも人それぞれだからたとえ仮にそれが偽善であったとしても誰かを救えたならそれむしろ何よりも引き受けてみたいんで諦めずに進むのなんて